こんにちは。アートの扉アトリエ4キッズのリン先生です。この音声メディアではアートを通した教育現場で大切にしていること、どんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのか、その環境をどうやったら守れるのかを考えながら、皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です。今日は、ルールとかマナーとかを守るのかどうかというようなテーマでお話をしようと思います。114番目のラジオに、感想をいただきました。114番目のラジオは人とは違う価値観を伝えたいときというテーマで、お話しした回です。メッセージを読み上げます。最近3歳になった息子の個性がより出てきたなぁと感じています。その一つにルールに対しての考え方、捉え方があります。例えば息子は保育園では先生が言ったルールを必ず覚えている、守るタイプです。そういう子いますよね。保育園で避難訓練をやった日は連絡帳には避難訓練で喋らずルールを守っていましたと書かれていて、家で先生が喋らないでって言ったから僕は喋らなかったけど〇〇くんは喋ってたと報告をしてきます。お友達と遊ぶ時も勝手にどこかに行かないようにねと誰かのママが言うと、そうしようと息子は努めますが、誰か友達がどこかに行くと〇〇くんが行っちゃった、僕はルール守ってるのにと怒り、その場で立ち尽くす様子も。ルールも大事ですが、それを守らない子を見ると腹を立てたり、もやもやを感じている彼を見てると、その視点ばかりでしか世界や相手を見られないのは彼にとって違うのではと最近感じ始めました一般的にはルールを守るイコール正しい、守らないイコール正しくないかもしれない。でももっと先の視点や多様な人がいることを伝えたいし、それが大事なのではと感じています。先日山登りをした際にすごく長い木の棒を見つけて山登りのお供にしていた息子がいいですね、これからケーブルカーに乗るよという時に、これ持って行っちゃダメかな、どうしよう、捨てる、隠すと一人でつぶやく瞬間がありました。つまりルールダメだから捨てるべきか、ルールをバレないように破るべきかとこう逡巡したということですよね。そもそも木の棒をケーブルカーに持って行ってはいけないというルールはないよと伝えた上で、でもこれにぶつかると怪我をする人がいるかもしれない、危ないかもしれない、そもそもあなたはどうしたい、木を手放していい、手放したくない、どうしたらみんなにとってもあなたにとってもいいのかなという話をしたら、木の棒を折るという選択を自らして短く折ってケーブルカーで持つ選択をした息子、それを見てルールだから守らなきゃダメとか、ルールを破ってる人がダメな人だとか、そういう話をしたいわけではなく、自分のこうしたいという気持ちとそれぞれ様々な価値観や状況がある周りを両方考えて選択するを一緒に経験したいのだ、つまりこのお母さんが経験したいのだと感じました。もちろんみんなにとっての自明のルールや当たり前に守りたいことは守るべきこととして伝えたいですが、何々しちゃダメだよと伝えることも大事かもしれないけれど、ルールを守る守らないだけで世の中を見るとその先の思考ができなくなる、それをするこれをするとこういうふうに感じる人がいるかもしれない、あんなふうに困る人もいるかもしれない、あなたはそもそもどうしたい、周りとあなたにとっていい選択は、みんなにとっていいルールを考えるならと、幅広い視点や違うふうに感じる人の意見も踏まえて対話をしたいのだと最近感じています。リンさんのラジオを聞きながら最近のモヤモヤに向き合い、どう息子と対話したいのかを言葉にできましたというふうになメッセージをいただきました。このメッセージを読んで
何人かね、あ、そういうタイプの子いるなっていう風に何人か思い浮かぶ子が、あの教え子の中にもいたなっていう風に思い出しました。どちらかというと、あの上の子に多い印象があるんですけれども、こうしなくちゃいけないとか、これはダメだとか、先生はこうしないといけないって言ってたよとか、だからそういうふうにちゃんとしてないからダメだよとかいうふうに、あの必要以上にね、あのルールに固執してしまうがあまり、結果として自分が苦しくなってる感じを受けたりする、本人がしんどいんじゃないかなっていうふうに思う様子もねあったりして、でそういう子たちのことを思い出したんですけれど、もしかしたらそれって私たち大人の側がちょっと意識してあげるだけで、そこまで追い込まれなくても大丈夫になったりするんじゃないかなっていうことを改めてね考えさせられたんですけれども、この方もルールを守るか守らないか、何々しちゃダメだよって伝えるだけではなくて、その世の中に存在しているルールと自分がどうしたいのかということと、そしてルールの先にあるいろんな人たちがどう感じるのかということを全部ちゃんと想像した上で、自分がどう選択するのかということを決めていってほしいんだっていうふうにこの方はおっしゃってましたけれども、そうあれるようにあの環境を整えてあげたり、もしくは、世界は一つしかないんだ、ルールはこれだから、自分の気持ちは置いておいさておき守らなくちゃいけないんだっていうような態度ではなくって、いろいろな考え方をした上で自分がどうしたいのかということを対話できるようなあり方でいるべきだよなということをちょっと考えました。すごくね、あのもう20年ぐらい前のことなので、あのお伝えしようかなと思うんですけれども、ある女の子がいて、あの児童精神科医の先生と一緒にあの不登校とかの子どもたちと対応してた時なんですけれども、小学校、3年生4年生ぐらいかな、その子とは4年間ぐらいは、対話を続けた子なんですけれども、その診療に来始めた頃は、道中私に会いに来るまでの道でパチンコ屋の前を通ることがあるんですね。で駅の近くだったので、でそのパチンコ屋がもう耐え難いって言ってたんですね、彼女は。その存在もそうだし、音も嫌だし、匂いも嫌だし、パチンコ屋さんというものそのものがもうすごく嫌だっていうふうに言っていたんですね。でまあ数年後にそのもう診察室には来ないっていう状態になれた時には、そのことはもう別に気にならなくなったっていうふうに言っていたんですけれども、すごくこだわりすぎてしまって、ダメなものが彼女の中にありすぎてしまって、いけないものにこだわりすぎてしまって、すごくしんどくなっていたんだなあの頃はっていうふうに、その4年後にねさよならする時に、最後に聞いた時に、もうそのことは気にならないっていうふうに言っていて、そっか、もう気にならないぐらいに自分の人生に集中することができるようになったんだなっていうふうにその時は思ったんですけれども、すごくね性格的にちゃんとしたいって思う子も いますし、もともとね、であのお家の方でもちゃんと当たり前の守るべきルールはしつけとして教えなくちゃって思うことはあると思うんですね。なんだけれども、あまりにもそれにガチガチになってしまって、窮屈になってしまって、ちゃんとだけで育てられた子って
やっぱりしんどい思いをするんだろうなっていうふうにその時に感じたことなんですけれども、そうじゃなくて本当にね、自分がどう感じてるかとか自分がどうしたいとかそういうことに集中できたらすごく楽になっていったようにね、その子も思うので、やっぱり私たち大人がもともとね、子供たちって物事に対してこうでもあるしああでもあるって考えられる人たちなんですよね。大人はどっちかというとだんだん頭が固くなっていくというか、固定概念とかそういうものに縛られていってこうにしか見えないっていう風になっていくものなんですけれども、子供ってもともとねいろんな、面があるということを柔軟に考えられる頭を持っている人たちなので、いろんな意見があるとかいろんな見方があるとか多面的に見ることが物事ってできるんだということをね、いつでも見せてあげられるようなそういう見せ方をねしてあげたいなというふうに思いました。でまさにアートを通してね考えた時、いつも作品の鑑賞会をする時に作者が考えた思いとそれからその作品を見る人鑑賞する人がの意見が一致しないことってままあるんですけれども、それでもいいよねということが当たり前のようにこうみんなに伝わっていく感じだとか、何かを見た時にこうでもあるしああでもあるしこんな風にもあんな風にも見えるっていう風に、あんまり忖度なく気を使わずに言い合えるっていうこと、そういう環境を持っているということがすごく子どもたちにとっては大事なのかなというふうに改めてね感じました。今回はモラルやルールやマナーを子どもたちに伝えるときに、私たち大人がどんなふうにどんな伝え方があるだろうかというようなことを考えたので皆さんにも共有してみました。皆さんはどう感じられたでしょうか。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。林先生でした。